プリズナーナンバー6は1967年9月29日から1968年2月4日にかけてイギリスで制作、放映された連続テレビドラマ作品。主演、企画、監督はパトリック・マクグーハン。各は約52分、全17本。ジャンルとしては SF 的なスパイものであるが、斬新で前衛的な演出や、 哲学的なメッセージが随所に散りばめられており、2017年現在でも一部に熱狂的なファンを持ちカルト的な人気を保っている。2009年には新、プリズナーナンバー6が制作された。2016年1月、マクグーハンが晩年に取り組んでいた劇場映画版、プリズナーナンバー6の企画をリドリー・スコットが引き継いでいることが発表された。 英国の諜報部員である主人公は、ある日、上司に辞表を叩きつけ辞職する。そのまま自宅に帰り、旅立とうと荷作りを始めるが、何者かによって、催眠ガスで眠らされる。主人公が目を覚ますと自分が、村と呼ばれる、国籍不明の場所にいることを知る。村には、彼の他にも多くの者が、プリズナーとして拉致されてきており、 それぞれ自分の正体を隠したまま番号で呼ばれている。ナンバーシックスという番号を与えられた主人公はナンバーツーと呼ばれる村のリーダーから辞職の理由と知っている情報を尋ねられるが彼は堅くなに回答を拒否する。ナンバーツーは様々な手段を用いてナンバーシックスから情報を聞き出そうとするが ナンバー6はそれを知りけ、あらゆるチャンスを捉えて、村からの脱走を試みる。括弧内の放映話数は、日本放映能による、ナンバー2は、毎回人物が変わる。ナンバー2は、司令室から部下と共に、プリズナーたちを監視し、警備員と、不思議な白い球体で村からの脱出を阻止し、村からはヘリコプターでしか出ることができない。 ナンバーツーの上位にナンバーワンが存在し、いろいろとナンバーツーに指示を行うが、声と姿は最終回まで伏せられている。この両者の知恵比べがドラマの主軸であるが、その他にも様々なドラマが展開される。舞台となったホテルポートメイリオンの中央広場作品の中の村はセットではなく、イギリスのウェールズにあるホテルポートメイリオンが使われたが、それは 最終回のオープニングでようやく明らかにされた。登場する車についても非常にマニアックな作りとなっており、冒頭に登場するロータスセブンをはじめ、ロータスウェラン、ジャガー E タイプなどが登場し、カーチェイスを繰り広げる。また、村のタクシーで使われているのはミニモークであり、得意なキャラクターであったモークを一役メジャーにした。 日本では1969年3月2日から同年6月22日にかけて NHK 総合で放映された後70年代から80年代にかけて様々な放送局で再放送された1997年に CS のスーパーチャンネルで放送された後2004年に完全版が2010年に HD 版が放送された 2004年以降は、新プリントであり、旧版とを比較して大幅に画質が向上し、NHK 放送時に、時間枠の都合で、カットされたシーンも、字幕で復元している。2014年現在、2004年の仕様で、東北新社から、DVD も発売されている。なお、21世紀になって、日本で放送される際には日本語吹き替え音声が、 非常に多くの部分で不自然に無音となったり、言語に差し替えられている。中には、数分にわたるシーンがすべて言語に差し替えられている、エピソードもある。DVD 版や90年代に発売されていた、LD ボックス版においても同様である。2016年9月7日にメディアネットピクチャーズから発売された、ブルーレイボックスでは、それらの欠落していた日本語音声の一部が、 現存する音源素材により保管されている。米、AMC および AITV により2009年制作。基本プロットである主人公ナンバー6が謎の村に遊兵され村の支配者ナンバー2と対立する点以外オリジナルとの共通点はほとんどない。全6話。日本ではアクスミステリーで2010年5月24日から 日本語字幕スーパー版が放送された。到着アライバルユーアハーモニーカナトコアンビル愛しい、ヒトダーリング分裂スキッツイド、チェックメイトチェックメイト往年の人気 TV、プリズナーナンバー6映画化へ、反動分子の別タイトルあり、天候の別タイトルあり。ありがとうございます。